はい、どうもトラキシです。本日、メキシコとのね準決勝が行われまして、侍ジャパン最後まで諦めない姿勢をね、本当に見せてくれたと思います。逆転サヨナラ勝ちでね、勝利いたしました。イエイ。4回表、ウリアス選手のスリーランでね、侍ジャパンがね先制を許したんですけども、7回裏、吉田正尚選手のね同点スリーランで見事同点に追いつきました。イエイ。本当ね、技ありというか、いいバッティングでしたね、本当にね。あのボールを切れずにホームランのところにぶち込む、入れるっていうその技ありでしたよね。本当素晴らしいホームランでした。ナイスホームランです。はい。そしてね、8回、その直後なんですけどね、ベルトゥーゴ選手のタイムリーでね、1点勝ち越されて、そして、続くバッターにもね、ヒットを浴びて、ピッチャー山本由伸投手から湯浅敦貴投手にね、我らがタイガース、湯浅敦貴投手に変わったんですけどね、4番プレス選手三振、よっしゃ、4番テレス選手三振、そして5番パルデス選手 ねタイムリーを浴びてしまって1点を取られたんですけども、まあナイス。難しい場面でね投げてくれたことがね、やっぱタイガースファンとしても嬉しいし、本当にこれ今後のね野球人生にねいい影響を与えるんじゃないかなと思いますし、その後ね点数取られんかったってことでね、良かったですね、本当にね。そしてやっぱ点取られた直後に取り返せるっていうのがね、やっぱこの侍ジャパンの強さなんじゃないかなと思うんですよね。はい。8回代打山川選手犠牲フライでね1点返した。ここがでかかったな。で9回ですよ、先頭大谷翔平選手がね、ツーベースを放って、続く、吉田正尚選手がきっちりフォアボール選んでノーアウト1塁2塁、ここでこの男よ、この男、村神様逆転サヨナラタイムリー、シャーっていうね、センター後方にねやや左中間寄りのフェンスに直撃する、タイムリーで、2点タイムリーということでサヨナラ勝ちです。よっしゃー。一塁のランナーね、ダイソー周東選手もよく走った、マジでね。まあナイス、まあ、それを求められてのダイソーなんやろうけども、いやナイス走塁でした。そして打った村上選手、さすがです。ここぞとの場面でねやっぱ打ってくれる村上様ね、素晴らしいですよね、本当ね。本当素晴らしいバッティングでした。でやっぱネットとかでツイッターとかで見てて、まあ、村上様今日結構三振多かったりしたけども、やっぱりその叩いてる人が多かったな。なんで村上様出してんねんとか、まあ、なんで村上出してんねんとか、そういうのはねやっぱやめてほしいよな。やっぱりその国を背負って国を代表してねこう戦ってくれてるプレイヤーに対して、ああ失礼すぎるよなっていうところでね、そういうのはやっぱやめてほしいよなって、見ててやっぱ気分が悪くなるというかね。本当にまあ応援してるのはあれであればね、やっぱり応援してあげてほしいなと思うし、選手が気持ちよくねプレイできる環境をネットでもそうやけどね、作ってあげてほしいなと思うし、ファンの皆さんの応援っていうのはね絶対力になると思うので、泣いても笑っても明日ラストや、明日までや、決勝戦や、明日、絶対ね戦わずみんなでね盛り上げていこうぜって、この WBC をね世界一の大会にしてね、野球のね、サッカーワールドカップに負けない大会というかね、まあ、どっちも良さがあんねんけどもね、いい大会にしようぜというところで、明日ぜひ勝ってもらいたいなと、そしてみんなにね気持ちよく応援してもらいたいなと思います。はい。いやー絶対勝とう、明日は絶対勝とう、マジで。アメリカ戦、前回 WBC 準決勝、忘れてはならない準決勝、負けた。今回は勝たせてもらう。まあアメリカもね東京オリンピックのリベンジっていうのをねあると思うので、向こうもリベンジって気持ちで来るやろうけど、こう意地と意地のぶつかり合いですよね、本当にね。はい。絶対にアメリカ倒すぞっていう意味でね、勝利目指せお侍。はい、わっしょい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 で、てて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 てかっ飛ばせ中のアメリカ倒せ、おうわっしょい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 で、てててててへいでててへかっ飛ばせ中のアメリカ倒せ、おう